2月23日金曜日、全国のお天気をお伝えします。3連休初日は各地ですっきりしない空が広がります。西日本は前線の影響で雲の多い空です。太平洋側を中心に雨が降りやすく、山沿いでは雪の降る可能性もありそうです。お出かけには雨具をお持ちください。関東甲信は雲が広がり、午前中は雨や雪の降るところが多くなります。都市部は雪はすぐに雨へ変わる見込みですが、山間部では積雪の急増に注意が必要です。北陸から北日本にかけては日本海側を中心に雪の降るところがある見込みです。太平洋側では日差しが届くところもありますが、にわか雪の可能性があります。東京は4度、福岡は9度と各地で真冬の体感になります。暖かい服装でお過ごしください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。